まさかね、仕事仲間で、うん、こう趣味も合う友達確かに巡り会えるとはすごく嬉しいなと思って、うん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 、ねー、だからなんか本当このさ、割とその知り合って遊ぶようになってから期間が短いけど、うん、なんかその密度が濃くて割としょっちゅう会ったりとか、確かにしょっちゅう連絡したりとかして、誘われるともうすぐ行きたくなっちゃうみたいな嬉しいそう、なんかね、愛理ちゃんのお友達が私のことを覚えてくれるぐらい会話に出してもらえてるなんて幸せだなと思っておりますね、うん、うんうんうん、なんでも私も愛理みたいな大人仲間、うんうん、やっぱ、うんうんうん、友達で仲間でってすごくね嬉しい、やっぱだからこれからも末永くよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、手塚ちんともおたかつをみんなで、うん、仲良くなりたい、ね、手塚ちんと遊ぶ時も呼びます。仲良くなりたいの、お願いします、ラブコールじゃあ、あゆりがもし今後ハリスさんにしてほしいこととかお願いとかがもしあれば、うん、軽率にどうぞ。ただし聞くとは言ってない。いいんですか。いいよ。じゃあ言うだけ言ってみようかな。聞いてみようかな。またやよちゃんやピノピちゃんと一緒に音声作品作りたいです。早瀬さん、お願い。開国してくれるならいいよ。あ、愛理の中に入ってもいい？優しくしてね。うわ、開国、はいはい、というわけでピノピ制作の新作音声作品に、うん、アリとハヤさんは軽率に出演しちゃいたいと思います。イエイイエイイエイ、軽率軽率。ピノピはね、性奴隷なので、うん、言うことなんでも聞くんでまた言ってるちなみにまだね、その他の出演者さんも決まっているということで、うん、もう素晴らしい、はい、かのこさん、おあんずはなさん、わお、日向ゆかさん、イエイ、あまちはるさん、そしてピノピーというですね、すごいすごい豪華なメンバーで、姫川愛理、林弥生も参加させていただくということで、うん、みんなで一つの、うんうん、みんなで一つになろうよのやつですね。いや素晴らしいねこれはこちらの作品鋭意制作中ということで、はい、詳細は、まあ私とか愛理、ピノピなどのツイッター支援などをご確認ください。楽しみにお待ちください、うん、応援よろしくお願いします。イエーイ、応援よろしくお願いします。イエイイエイイエイ。以上、ゲストさん開国してくださいのコーナーでした。やよママのお悩み相談室。このコーナーではゲストさんややよい勢の皆さんのお悩みに、やよママがやたらといい音をさせながらお答えしていきます。解決するたびに乾杯できるので、溺れるほどごっくんさせて元気なママをヘベレケに酔わせよう。いい音がもっと聞きたかったら、声優バーのごちそうドリンクや支援をたくさんしてくださいね。お悩みはツイッターファンクラブなどで募集しています。ということで、はい、読んでいただきたいと思います。はい、ですね、それでは最初のお悩み、こがらしめるくさんの、めくるさんだな、めくるさんだ、ごめんね、めくるさん、こがらしめくるさんのめるくさん、あーめるくさん、こがらしめくるさんの、おいしい、言えてる、言えた、いっぱい名前呼ばれておいしくない、めくるさん、めくるさんの、はい、姫川愛理さんは某イベントでオタクとストーカーは紙一重とおっしゃっていましたが、私は推しのことを少しでもたくさん知りたくてわかるよ、と推しのトップオタが営んでいるバーに行ってしまいます。私はストーカーなのでしょうか。ストーカーだと思います。乾杯、イエイ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 。あのね、すごいバッツリと、これ、